キッズのお出かけに便利なショルダーバッグ。斜め掛けバッグや肩掛けバッグとも呼ばれますが、様々なブランドからおしゃれな商品が多数販売されています。今回は女の子男の子、幼児別におすすめ商品をピックアップ。ザ・ノースフェイス、ノースフェイスや MEI、メイなど人気ブランドも紹介しています。リストの最初の製品は、ショルダーバッググッドデーオーシャン&グラウンド、オーシャン&グラウンド。豊富なカラー展開で、男の子にも女の子にもおすすめなオーシャン&グラウンドのショルダーバッグ。外側には、スナップボタン付きのポケットが付いています。ダブルファスナーや、長さ調整可能な肩紐など、小さな子供に嬉しいポイントが多数。日常使いはもちろん通園バッグにも使いやすい。デザインです。内部にネームホルダー付き。リストの2番目の製品は、プライスストリームユースボディバッグコロンビア、コロンビア。左右どちら掛けにも対応した、ワンショルダーデザインのバッグです。小さな子供に配慮した仕様で、メインの開口部は、ダブルファスナーで開け閉めしやすく、フロントには暗くなっても安心なリフレクタ付き。カラーバリエーション豊富で男の子も女の子も選べます。内側にはネームラベル付き。次の製品は MEI、メイボックスショルダーバッグ、ハートユナイテッドアローズグリーンラベルリラクシング、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング。スポーティーなデザインにハートの刺繍が可愛いボックス型のショルダーバッグです。小さめサイズですが、マチのあるポケットがついているため収納力もあり、季節を問わず活躍します。グリーンラベルリラクシングで人気の MEI の別注シリーズ。ベージュとブラックの2色展開です。リストの次の製品は、キッズショルダーバッグリー。シンプルなロゴデザインがおしゃれなスクエアフォルムのショルダーバッグです。背面には、可愛いポケット付き。大きめのマチでコンパクトなのに収納力は抜群です。ダブルファスナー仕様だから荷物の出し入れも楽々。肩紐は長さ調整可能でネイビーデニム、ブルーデニム、ヒッコリーの3種類です。内部にネームタグ付き。次の製品はボディバッグアディダス。シンプルなブラックカラーにアディダス定番のホワイトの3本ラインが入ったボディバッグ。様々なファッションに合わせて楽しむことができます。フックにかけられるループや、前面にファスナーポケットがついていて便利。左右どちらにもショルダーの付け替えが可能です。夜道の子供の安全を守る、反射板付きも嬉しいポイント。リストの次の製品は、ソールクロスバッグプーマ。ショルダーストラップのロゴが印象的なクロスバッグです。メインの開口部は開閉しやすいダブルファスナー。しっかりと体にフィットし、走ったり自転車に乗っても邪魔になりくく、背中部分はパッド付きで長時間の着用にも配慮されています。かっこいいデザインカラーで、スポーティースタイルによく似合います。リストの次の製品はゲームケースショルダーチャムス。携帯用ゲーム機を持ち運ぶのに便利な、ショルダーバッグです。メインは柔らかなスウェット生地で表面には撥水、圧油、防音性能を持つ加工材が使用されています。内部はクッション性のある素材が使われているためゲーム機の持ち運びも安心。ポケットが充実していて収納しやすいのも魅力です。リストの次の製品はシーショルダーポーチコールマン。コンパクトなサイズですが外側1、内側2のポケット付きで機能性抜群のコールマンのショルダーポーチ。長さ調整可能なショルダーストラップは取り外しも可能です。ユニセックス商品で大人も子供も使えるサイズ感のため家族で共用することもできますよ。デニムブラック、水玉、ヘザーの4色展開です。リストの次の製品は、クロスボディバッグヘリテージ 2.0 ナイキ。シンプルなデザインですが、収納部分が複数あり、使い勝手の良いバッグです。ストラップは調整可能なため、
身長に合わせて長さを変えられます。ポリエステル素材で耐久性があり、アクティブに動き回っても安心。大人向け商品ですが、子供も使いやすいサイズ感で成長に合わせて長く使うことができます。リストの次の製品は、シップスキッズ別注、アスレタ、マルチショルダーバッグ。ブラジル代表のオフィシャルブランドとなった経歴を持つ、アスレタとシップスの W ネーム商品。サッカーボールやロゴのプリントもインパクトがあり、男の子に人気があります。汚れに強いポリエステル素材を使用し、汚れが目立ちにくい、カモフラージュ柄を採用。容量とストラップの長さは、調整可能です。ネイビーとブラックの2色展開。次の製品は、ショルダーポーチ、キッズザノースフェイス、ザノースフェイス。ポリエステル生地を使用した、ヴィンテージスタイルの子供向けバッグ。開閉しやすい面ファスナー式のフロントフラップで、中身の出し入れが簡単です。キークリップ付きポケットや、スリットポケットが付いていて、落としやすい小物もきちんと収納することができますよ。サイドのベルトがリフレクター仕様になっているのも安心です。リストの次の製品はメッシュポケットショルダーバッグピンクラテ、ピンクラテ。ガーリーからスポーティー、カジュアルまでどんなコーデにも合わせやすいシンプルなデザインのショルダーバッグです。ポリエステル生地の手、汚れを落としやすいのも嬉しいポイント。ショルダー部分は長さ調整が可能です。カラーはサックスブラックライトベージュの3色展開。次の製品は、キルトショルダーアルジー。小学生向けファッション誌に告知掲載のキルトショルダーバッグです。落ち着いたデザインで、幅広いコーデに活躍してくれます。開口部はファスナー仕様で、細かいものを整理しやすい内ポケット付き。ショルダー部分は長さ調整可能です。カラーは、オフホワイトブラックベージュの3色展開。次の製品はポンポンチャーム付き合皮、スクエアショルダーバッグラブトキシック。スクエアフォルムにファーチャームが上品なショルダーバッグです。肩紐には取り外しできるロゴストラップを採用。コーデに合わせてショルダーバッグはハンドバッグを選ぶことができます。開口部はファスナー付きで、落とし物の心配がなく安心。ブラックシルバーピンクの3色展開です。リストの次の製品はミニショルダーバッグ組曲キッズ。日常使いはもちろん、大切なお出かけの日のコーデにもぴったりなミニショルダーバッグです。大きなチェリーモチーフと中央を飾るリボンがポイント。チェリーのチャームは取り外し可能なため、他のバッグにつけても可愛いですね。肩紐は長さ調整可能。カラーはレッドピンクの2色展開です。次の製品は別注 MEI メイメッセンジャーチェリーユナイテッドアローズグリーンラベルリラクシング。ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング。軽量性と丈夫さを持つポリエステル素材のメッセンジャーバッグ。スポーティーで機能性の高いデザインにパステルピンクチェリーで可愛さをプラスしています。街があるため収納力も十分。公園や自転車で元気に遊び回るアクティブな女の子にぴったりです。グリーンラベルリラクシングで人気の MEI 別注シリーズ。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。